書を語るとき、雪村公は常にその第一位です。きっとハンサムな武将であったに違いありません。残念ながら私はお目にかかることはできませんでした。しかしその真田雪村公を生んだ心べき信州のこの地、ここでこの鉄砲隊はもう20年近く頑張っていらっしゃいます。この鉄砲隊が信州